自分はよくゴールエリアにすごく近いところからのフリーキックを外してしまうんですけど、プレースキックの数値が高すぎると逆に入らづらくなるとかありますか？それと、指をどこに向けたらいいかアドバイスが欲しいです。